野口さん、いつもありがとう。はい、ということで、皆さんが大好きなマネー、まあそんなマネーの中でもこちらお札でございますね。こちらまあ綺麗なお札だったらいいんですが、シワクチャになってたらこれなんか嫌だなってなりませんか。まあそんなね、シワクチャになったお金をまっすぐにする方法があると。まあ一説によるとね、大根おろしの絞った液をつけてあげてアイロンを当ててあげるとまっすぐになるらしいんですが、大根おろしすんの面倒ない。ということで、今回は大根おろしとかを使わずにですね、今回簡単にマネーをまっすぐにできるかどうか検証してみたいと思います。それでは検証のためにシワシワにしています。このシワシワになったお札にですね、水を吹きかけると、これを今度ペーパータオルに挟む。よし、このような感じ。まあそこからなおかつ新聞を挟んでおきましょう。この下にですね、ちょっと硬いものを引いておきましょう。でそして重しを乗せておく。これで半日以上置いておきます。これでまっすぐになるはずです。それでは一日が経ちましたので、ちょっとオープンしてみます。まっすぐなってねえやろか。なってなかったらどうしよう。この中の1000円がまっすぐなってるかどうか。おーっと、やっぱりシワはちょっと伸ばせてないですな。あ、水ではやっぱりあかんということかな。シワが残ってます。ということで、結局大根おろしを用意してみました。まあもう一回軽くくしゃくしゃってしておきましょうか。そしてペーパータオルに大根おろしを置くと。でこのエキスをつけると。そしてアイロンをつけると。思ったよりも綺麗な感じにはならない。ということで、見ていただいたように千円札そんなにねシワがねなくなったような感じはございません。あと匂いはね、こちら大根おろしつけたんで気になったんですが、匂ってみてもただね大根っていう感じはしないので、まあ匂いは別に問題ないかなと。ただこのシワの感じを見てると、初めやった霧吹きで水をかけてピタって挟んでる方がなんか綺麗になってたような気がするわ。はい、ってことで今回ですね、お札のシワを綺麗になくすというライフハックの情報を本当にやってみましたが、あまりすっごい効果があったなぁとはボンシェルは思いませんでしたが、皆さんはいかがだったでしょうか。ボンシェルのやり方が悪い。ありがとう。